Thank you.
恐ろしきものを見た。脇出てくるのじゃ。次から次へと。とめどの、とめどの。若様、若様がお屋敷の奥に、わしのせがれが、伊之助が向かったゆえ、無事と思うが、はぐれ忍びよ。念のためじゃ、お主も、 若様をお救いに行っておくれ。<笑>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 
様のこの先へ行くのはやめておけ。恐ろしき現実よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さあ、買っていってください。ところで旦那、聞いてください。ああ。足はね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。この足名はいつ滅びるかもわからねえ。いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ。足名の侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かれば芦名の侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。あるだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃて。お達しね。変わっちまったな、芦名の戦も。赤鬼め、赤鬼め、おた。Thank you.
しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。やろう、せがれ殿。
目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。何だと？わしのことなら心配いらん。あいにくとまともじゃないんでな。じゃが喋るのは面倒じゃ。あとはエマに聞け。物資殿には会われましたか？あれは、はい、我が師道元より聞いたことがあります。流因は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を流害と呼ぶと知りながらそれを止められなかったは私の不明です。すみません。その流害を治す術は？わかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。ではまた。
方は戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。何をしている？ああ、あなたですか。竜骸の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい、咳と共に出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか？竜骸にかかったものが吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜骸にかかったものがいれば当たってみよう。お願いします。ではまた。お前さんも来たのか。にぎやかな子って。物資殿。いらぬ心配よ。あいにくとまともじゃないんでな。竜骸ごときで死にはせん。
Thank you.
こんなところにも死者があるところ、また供養衆あり、ゆえに戦場こそ我らの庭よ。さあご供養していきなされ。生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。
石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。王セキロ、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃセキロ、ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これはネズミの顔、それと巣穴じゃ。切って参れ。さすればお主の戦に役立つものをやろう。